イグジストトレースは日本のバンド。2003年6月に結成されたシーンでは珍しい全員女性のビジュアル系バンド。結成当時は女性だけのビジュアル系バンドがおらず、女子だけで面白いことができたらいいという考えに共感したメンバーが集まり、ほぼ男性しかいないビジュアル系だからこそ自分たちが先駆者になって変えていこうとバンドをスタート。 存在の痕跡をコンセプトに掲げ、関東を中心に活動を開始する。活動範囲は日本国内にとどまらず、インディーズ時代から年1回のペースでヨーロッパ、アメリカでのライブやイベント出演等を積極的にこなしており、Facebook を通じて日本国外に情報を発信している。通称はイグデファンはイグファミリーと呼ばれている。2003年6月15日、ジョー。 ミコ、ナオヒとマリーの4人で結成。2004年3月14日、オッツミの加入で5人編成となり、同年4月にファーストライブを決行。その後、2006年10月に C 育園スレコーズに所属。2007年末に、ジョーが体調不良により入院をしたため、翌2008年5月17日をもって活動を休止した。その後、 同年8月29日より活動を再開。2008年12月にシークエンスレコーズを卒業し、2009年1月より、モンスターズ・インクの所属となった。2010年12月15日、シックスアルバム、ツイン・ゲートの US 版リリースによりアメリカ進出。2011年4月に、シアトルで開催された大型アニメコンベンション、サクラコン2011にゲスト出演。 2011年1月9日、渋谷ボックスで行われた単独公演でメジャーデビューを発表。6月15日、特マジャパンコミュニケーションズよりミニアルバムトゥルーでメジャーデビューと同時に全米でダウンロード販売開始、さらに全米で CD デビューが決定する。10月3日、日本放送にて、 イグジストトレースのミュージックパーティー開始。10月10日より、フジテレビ系、たけしの駒大数学科、エンディングテーマとして、デイブレイク13月の色彩が起用された。2012年3月15日から、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィアの3都市でアメリカ東海岸ツアーを、観光。ピッツバーグでアニメコンベンション、テコ社館に出演後、ツアーファイナルの3月25日。 ハードロックカフェピッツバーグで日本人バンドとして初ライブを行った。5月23日にメジャーファーストアルバムバージンをリリース。2014年9月24日メジャーセカンドアルバムワールドメーカーをリリース。デモテープ MD シングルミニアルバムアルバム参加オムニバスドライブアップボリューム1サミット03デビアント S ス,ストラグルセダクション1サミット04サミット05 ショックエッジ2009ネオボルテージシングルミニアルバムアルバム DVD ありがとうございます。